おはようございます。ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。ということで本日はね練習 Vlog、 ちょっと今日は見慣れないとこに来ておりまして、見えるかな、野田市総合陸上競技場、野田のね方の陸上競技場に来てるんですけども、初めてだし、でこの野田ってラビッツランニングメンバーの松崎スタジオいるじゃないですか。彼の今日トライアルの引っ張りをやるんですけども、非常に自信ないですけれどもね、それをやるために来たんですけども、自分の練習もやっていきたいなと思っているところではあるんですけれども、ようやくピントあったかな申し訳ないんだけど、でそれをプラス自分の練習もやっていくんで、まあ今日自分もなんか動きながら練習決まっていく感じなんで、まあ何しようとか特に決まってません。とりあえずやっていきます。ダッシュで行こうぜ。スタップ行ってきます。いってらっしゃい。新しいジューズ、ライトレーサートラックなんだけど、これ何メートルあるんです？70もあるんや。色結構いい。ああ、黄色のトラックはないよね、なかなか。うん、これはあるないあるあるみたいな感じですよね。いいよね、雨天時もこうやってできるって。前ももが痛いそうで確認中です。それにしても野田の競技場って室内もあって素晴らしいな。京都決めたんでしょ。そう言ってがっつりしておきん、うん、なんかポキッと踏ん張ったのかな。一回目の流しでちょっと強く入れすぎた。うん、そうか。マヨンが釣るような状況がいい状況なわけないからね。だけど近いケツで、ま、そうだね、ケツ押していかないとね、うんうん、頑張りましょう。頑張ってください。やべえぞ。ダッシュで行こうぜ。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで練習が終了しまして、最初はね高校生の子とかもたくさんいたんだけど、だいぶ静かになりました。ということで僕らも練習が全て終了しましたので、今日はここらで帰りたいと思います。次はちょっとどこの競技場に行くかわかんないですけど、まあ、こうやっていろんな競技場巡りもいいですね。野田の競技場めちゃくちゃいいですね。これアクセスはどうなんです？アクセスはどうなんですか？アクセスはあんま良くない。都心からだとでも1時間ちょっとできる。割と近いです。割と近い。おお、残念だったな。全てに俺がピントになってるから。ということで松崎でね、僕の方でも結果は出てないですけど、松崎の800チャレンジも皆さん見てください。はい、多分俺の方が動画早く上がっちゃうから、チャンネルは貼っておくんで、ぜひ皆さんそちら飛んで見てくださいということで、それでは今日はここまでにしようかな。バイバイ。みんな練習頑張ってね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。